どうも踊るディスコ室町ドラムの伊藤割と、えー、ボーカルミキクワカドですよろしくお願いしますお願いしますさて今月は <laughs> いやこの始まり方難しいよね難しいですいやこの間ロマン革命のラジオ聞いたのよ ESFM <ー>のやつ、はい、あれ聞いてさ自分らのこと反省したよだから今ちょっと強めに言ってみたのじゃあちょっともう一回やります やえはロ、えー、<laughs> ロママンン革命革命です,ロマン革命ですちょっと四人ぐらいで俺は 2, 2>, 2人だしちょっとテンションがや,やなんていうか低いんですかねじゃ一回だけやってみようかはい、うん、どうも 踊るディスコ室町ドラムの糸終わるとやっぱちょっとちゃうわえなんかだめ、ねうん、毎回だったらここであのね望月さんとかいてくれたらここでポンと結構何か俺も恥ずかしかったもん今なんかじゃあやめましょう、うん、僕らには僕らのスタイルがあるそう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 、はい、無理するのやめようはいわかりました、はい、ということで今月は多めにラジオ投稿されていますけどもこの室町ラジオ ミキさんと僕の組み合わせは今回で2回目ということになりますはい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 、はい、まあ前回は時間が余ったからという理由で撮ったので急遽だったからバタバタやったねうん、うん、246の練習の後に246のスタジオを借りて2人のラジオをね<ぇ>撮って疲弊しきっていった状態で撮ってたからうん、うんま、るちゃんとまこちゃんのやつやった後にちょっと時間あるからってことでそうそうそうちょっとどうやった すすごいすごいいいい喋れれてててててたねねそはは本当に思ってっっ <laughs>、うん、話がビンビンン入ってきて <laughs> 嘘ってしょ目真実を語つつつつもも <laughs> もののやつ <laughs> いつも何いつもどんんなの、えー、でもすいません背,筋も背筋も今日は曲がってた <laughs> うん、うん、ちょっとあのポジション直していきますけど2本目ということなんですが。 今回は三木さんの家から、お届けしております。そう、僕の実質、カーペット敷いた実質。実質<室>。カーペット敷いたんですよ。はい。ニトリのカーペット。これニトリなんですか。黄色いニトリのカーペット。うん、いい黄色ですね。黄色か。なんかちょっと黄色。まあ。あのツイード、僕のさ、使ってる、あの、ギターのエフェクターケース。のツイードみたいな色にしようと思って。ああ、本当だ。そう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 。似てるでしょう、ね。はい。 あのー、あれですよタイルカーペットってやつですねめちゃくちゃ気持ちいいですよそうでしょ今日は地べたに座ってやってもらってるとか、ねはいろいろねやってますね今両サイド地べたに座ってるメンバーが二人いますけど僕の横にねはい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 三木さんの絵からお届けしてるんですが <laughs> 今回は三本撮りということでまこっちゃん丸岡会は熊山君ゲストでね、はい、なちょっと二人のこなれ感が出てきたね羨ましいな その感情が困ってないの俺にもわかるからね <laughs> <laughs> お前だけじゃなくて <laughs> 俺だってお前の感情が困ってないのはわかんだよもう長い付き合いですからね、うん、でもメンバーがゲストってもうおかしな話ですがそうそうそうちょっとなんなんや言うたら微妙にゲストっぽかったもんねそのスタンス貫いてきたから <laughs> プロなのかもしれないです逆に餅月くん回がちょっとえぐかったな、うん、これ放送順番どうなるかわからんけど 取った順でいくと僕らの前望月君の放送があるわけやけど何残っちゃわからなかったな胃もたれがすごくて聞いただけで疲れるって何なんですかね <laughs> <laughs>、ま、一応内容こんな感じで言ったらどうってう脚本自体は書いたんやけどさ台本を、はい、書いたけど渡してなんかあんな感じになるとは思わなかったから <laughs> 怖かったもうん、ちょっと <laughs> 一人であのなれる20分ぐらい喋り続けてたね <laughs>、はい、いやなんか なんか知り合いというか望、まあね、月さんのことを YouTube で見てる人とか、うん、あの人って R 1出て出ないんですかそん,えそんなおもろかったかちょっとそれは分からん強人,強人だっていうのは分かる強人鬼人っていうのは分かるけど R−1 出, <laughs> 出るようなタイプとはちょっと思えないんだけどまあでもそういう人も思うのかないやまあ僕は素質あると思いますけどねわかるでもそのバッてやる能力高いよね はい、ぜひうん出てほしい出てほしい <laughs> さっきも70問の質問を70発言ってたもんね <laughs> <や>70問の普通の質問に対して70発ちょっと面白めの回答言ってたもんね <laughs> 無理無理無理,無理やねあ,あれやらされたら困るもん、ね、<laughs> いやもうや <laughs> 70問やりきるとは思わんかったわ <laughs> 1週間ぐらい気づきそうな何かどころで失敗の方向に行きます普通の人だとねうようやったよ本当、はい、尊敬 ははい、はいタンバリンもそれぐらい頑張ってくれたらね。ですね、はい、笑っちゃごめんなさい、はいはい、ということで <laughs> みんなね、まあ、今こうやって集まってるということなのでラジオ以外にも他の YouTube の企画撮影もしましたそうだ急遽僕が言ったので、うん、申し訳なかったです。<laughs> 謝ってるの <laughs> <laughs> あそれこそ地べたでみんなで座ってな、はい、朝までこれ正解。 そ、はい、それ正それ正正解解ごめん間違えた <laughs> 朝までそれ正解まあどっちでもいいんですけどよくある、あのー、形でやらせていただきましたがそれももう出てるのかこれから出るのかは分かりませんがしかしディベートがあんまりはかどらなかったねはいまあ第一回って全部そういうもんなんであそう <laughs>、うん、まあ僕はいいか良かったんじゃないかなって思ってますけどなんか俺的にはちょっとうまくいかなかった感じもあったけどあらオクラ いやじゃあ多分自分の回答がいまいちだったのが引きずってるだけだと思うああ<ー>、うん、それミキさん結構ありますよね何がいやありますよねっていうのはミキ、うんうん、さんが <laughs> いやこれごめんなさいあのなんかこう、うんうん、難しいな言葉選ぶ <laughs> いい大丈夫大丈夫でもその三木さんがコメントした後にうん めっちゃ後悔すするるること多くないですかさんああ,るある基本そう、はい、一番覚えてるのは、うん、フジロック出た時のインタビューの感想でめちゃくちゃ落ち込んでたの最悪だったな覚えてますあれた,ただただ最高って言ってたよそうそれだけでかじでバーンって打ち出されて言ったっけってぐらい言ったんやろうね <laughs> 多分ただただ最高ってフジロック出た後にあ,の <laughs> あそにホテルの中の一室がラジオブースになってたんよねであの俺らがででて出る前も人が出てたし後ろもこう待っててみたいな不思議な環境の中でんかいろいろ聞かれるんだけど元気さを出していこうと思ったとりあえずそうですあっ <laughs> そんところこそロマン革命っぽかったロマン革命のような若さを持っていた年前ね3年前ね 出してたんやけどなんかね聞かれてどうでしたって言われてうんただただ最高でした <laughs> 言ったんやろうねそれが記事でバーンってね一見出しになって出ちゃったと俺ほそこに言わんかったっけ言ってたと思いますけど記憶としてはあのなんか口向上させられたの、ね、やったねやったやったなん、はい、ですか口で向上やってください,っていじゃんみたいなねそう口書きやってください京都は神よくみたいなじゃんじゃん <laughs> 思い出したなんか元気なになってきたなんかあごめんなただただ,ただただ最高ってさあんなあの貴重な体験みたいなことをしてさ俺から出てくることがただただ最高絶対もっと思ったことあったのに頭悪すぎやろいやいやいやそんなことないですけどそれしか言わんかったんかないやそんなことないと思いますよなんか言ったはずやけどやっぱりただただ最高が良かったのな言葉俺が編集側でもそれ 見出しにしにたと思うわあ、まあ、でもそういう反省が難しいとですし,かし,がっかりしたも、うん。あれ今回今この何の流れでこの話になったんだっけ <laughs> 俺ががっかりした話あそうです。うん、なんでがっかりしたんだっけって <laughs> もうなんかこうあの脱線しすぎて分かんなくなっちゃいました。ね、一回戻しましょう。YouTube の撮影をしてたあそうそうね、はい。それで僕と美樹さんはその YouTube の 企画編集とかを中心になってやってるのでうん、うん、まあ言ったら中でも頑張ってるって言っていいんじゃないですかねまあそれは頑張ってるやろはいな何に向かって頑張ってるのかいまいち分かんないけどね <laughs> とりあえず頑張ってるよ <laughs> いや1,000人でしょう登録者数な確かに俺たちの目標は1,000人なんだけど、はい、今ついに800人になったとイエーイイエイ長かった<は>な800っていいよねり いいとこまで来たなって感じがあってね。はいはいはい、曲名にもありますしね。嘘八百。はい。ああ。あれな。あれもちょっとな。気になってることあんねんな。え、なんですか。<laughs> あれさ、はい、まあ、嘘八百って別に。なんか俺。八百ってスピードが。スピードっぽいというか。うん、なんかその勢いを感じるなと思って、数字にすることによって。なるほど。で、そういうイメージを持ってやってたんやけど。はい、あれって俺、なんか。 いまいち分かってなかったけどドラえもんの道具であるでしょあれって「ウソ 8OO」っていうあそうなんですかそうそう知らなかったでしょで俺も当初は知らなかった作った段階でははいでアルバム作った時になんかちょっと調べたよねはい大体普通いろいろ調べまくるんやけどその時はたまたま調べてなかったんだな「うんうん、でウソ 8OO」っていうしかも結構重要な道具なんよド,ドラえもんの中でドラえもんのなんか最一応の最終回みたいなやつがあって 一応あそんなのがあるんですよ。あるあるある映画とかになってるやつ。<ー>で、あのドラえもんがもう未来に帰っちゃうとうん、うん、いう時に、あの嘘エイト王って薬が出てくるのよ。言ったことが全部嘘になるっていう。はは、うん、だから自分が実現したいことの逆を言ったら、はあはあ、その自分のやりたいことが実現される。うんうん、だからドラえもん帰ってほしくないなみたいな願いがそこに込められたりするような話なんやけど。<ー>そうお。お ドラえもん好きにとってはウソ 8O はかなり重要なやつなのねそりゃそうですねでも俺はそれ知らんかったからウソ800とか言ってなんかスピード感みたいな <laughs> ドラえもんの感動と比べて俺のスピード感でちょっとなんかぶつかり方、うん、下手するとこっち怪我するぶつかり方だよねああそうですかねうんだからそれもちょっと微妙に遺恨が残ってるしかもなんか 8イトオ0って呼ぶのなんかそっちスピード感結構感じません感じません感じません感じます僕はちょっとそう8イトオ0ってめっちゃなんか速そう カタカナ全然俺800の方がいいと思うけどねあ狭そうですよね <laughs> そこは難しいな <laughs> あこれパワハララジオかいや違う違うハラスメントラジオか違う違う <laughs> ずっとこの調子でいくのかいや怖いなフラットに行きたいねフラットに行きます僕の問題ですからねそれはあそうなんかなきっと、うん、ごめんありがとうはい <laughs> どんどんいこうはいあまあというわけで なんかまあ最近アップされた動画とかは僕がシャンシャン民族楽器を買うっていう動画を編集して三木さんが、うん、あれよかったねあそうですか、うん、店員さん面白かったね <laughs> 店員さんがね店員さんがどんどん乗ってくるのが伝わってきたよね <laughs> そうですね、うん、逆に僕らが置いてかれてたっていう最後の方は <laughs> <や> <laughs> 楽器が上手くて普通に見応えあったしね <laughs> はいぜひ見てない人は見てほしいんですがコメントも入ってたね懐かしい小泉楽器みたいな寺町商店街みたいな、はい、やっぱあそこ 歩いてたら絶対目に入る店ですかは、はい、京都に来た際にはぜひお立ち寄りくださいうん、うん、でみきさんが編集した最新回で言ったら地さんのあ天さんの回ね、はい、いやあれ地さんすごい面白いこといっぱい言ってくれてたんだけど、はい、うちの YouTube だっていうことがあってちょっとあのそかな存在になっちゃってるけどね カットさされたたた部分たくさんあっ,たってことですかいやそういうことじゃなくてうちの YouTube があんまり見られてないっていう問題ああそういうことかそうそう500人1000人と見てほしい内容だったんだけどさだって映画のそういうコンペでさ、うん、映画は作ってない映画についてどうやってあの品評するんだって思わないいや確かにそれすごい面白い話だなと思うしね、うん のの出演の話とかかもめっっちゃ面白かったね <laughs> 確かに僕知らなかったですもんあんな <laughs> <laughs> 当日思い立って,って,って <laughs> <laughs> でもやっぱり演技がうまいとか下手とかもあるけど、はい、やっぱりその人をどういうところに配置するかによってその人の生かされ方が違ってくるしあのそれを配置するのが力量だみたいな話。ね。 そういう面でははささんと点さんと一緒だってて話をしてましまたや、はい、その視点は持ってなかったから確かにそれって俺も意識してることやなと思ったからそういう話をね見てもらえるような YouTube にしたいですよいや本当に内容は濃いですからと思うんですよねそれは間違いない1000人いきたいです、はい、僕もねどうしようもない感が出てるって言われてました、ね、あれねあれあのおばちゃんが あのミュージックビデオの中であの浪人生役になった理由を言ってたんだよね、うん、知らなかったそこはかとないダメそう感みたいな話があって <laughs> いや出てるんかなそんなその時にね俺カットしたんだけど確かになんかね僕編集性がわかるんですよだ<ー>からその僕のコメント入った後にだけカット れてる部分があったあっ,ったやろあったあ,あ,あ,あんたのチックチックチックの時に <laughs> <悪>出演した時にネットであのおばちゃんについてコメントが書かれていたっていう話しててネットで会ったこともない、まあ、ステージで会ったかな会っ, <laughs> ったこと喋ったこともない人にあのまず登場したのは、えー、負け顔のドラマー <laughs> 挫折顔のドラマ。<laughs> まず登場したのは「挫折顔のドラマ」って書いてあるほんまふざけんなって感じですけど、ね、<laughs> だから共通認識なんだよ、うん、一般認識そんな3百0何人ですか400人ぐらいいたんじゃないですかね <laughs>、うん、その人らにみんなからそう挫折顔してんなっていうね目で見られてたよ全員じゃないんじゃない ?200 人ぐらいじゃない,い半分もいるじゃないですか <laughs> そんなキッズはいはいまあこれね まあ YouTube の内容濃いからぜひ見てほしいということです。このラジオを聞いてくれてる人は多分見てもらってるとは思うんですが、広めてほしいですね。YouTube 見てあのオワちゃんがやっぱりあのダメなのかそれともいいのかその辺も判断してほしいよね。どんどんどう思われたい本当は本当は優しくてそれでいてあの賢くて うん、強い男あ俺の思ってる通りのおばちゃん像やね <laughs> いやもういいです次のコーナーは「 次のココーーーーナナというかコーナーですね三木、うん、さんと僕がやるコーナーをまるちゃんさんとまこっちゃんさん,、えーま、ん,さんだってが <laughs> 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 いろいろ用意してくれましたあのさっきの望月のき「強人基人ラジオ」を撮ってる間に二人が考えてくれたんだよねはいなので一つ一つ紹介していくので今後採用、まあ、できるかどうかも含めてちょっと見ていこうということです一つ目 ぼやいてたもんねさっきからちょっと <laughs> もうこれコーナー <laughs> 常に出てる、はい、もうやっちゃったのかもしれないですね練習ライブで集まるたびにメンバーからダメ出しされる糸終わるがそれに対する思いや不満を告白する最近非常にダメ出しされてるよね、うん、この間のライブ終わりのダメ出しすごくなかったの すごかったけど <laughs> それに関してはこれは物申したいって、ね、<laughs> ちょっといや何かこの確かに僕がそのドラムを叩いてる時とかに走ったりとかカウントする時にまるちゃんさんの方を見なきゃいけないのにそれを忘れたりとかそういうことをねミスはやっぱしちゃうわけですよ人間だからねはいそれはもう改善しようとして頑張ってるんですけどこの間のライブは別にそんな悪くなかったと思うんですね あ内容的に内容的にうんあ別にそんなまいい,よいい感じのライブだったよねはいうん、うん、でもなんかこう一番最後に楽屋戻ったら「やっぱあいつな」とか言って話してるわけですよ「<laughs> <laughs> やっちゃってちょっと待ってくれと」とそのライブのね裏事情とか裏話をしたらですよ、うん、そのね最初 バッて登場して一発の音出した時に音なんなかったメンバーが1人いたんですよ。<laughs> <laughs> 音そうそう。で曲1曲の半分ぐらい無音であのトラブって言ったメンバーもねま,まこっちゃんなんですけどいたのにいたのに, <laughs> になそう。 そそれでしょう大事故といえばの <laughs> のライブの確かにそんなになってたら、まあ、逆やったらねもしおばあちゃんのさビートがさ曲の半分止まってたらさそれも一日中言われるもんね一日中とか一年ぐらい言われますそんな <laughs> ででそれがあったから僕は今回大丈夫だなというか、うん、その別に何も考えないで戻ったんですよ楽屋そしたら僕あいつなーとか喋ってるわけみんなでなんかそのこれ とりあえずあいつをディスっとかないとなんかこう始まんないみたいな風潮がもはや生まれてんのかなって思ってて、うん、じゃあこのコーナーはまた次回もあるってことでいいいですかねいやいやそういうことじゃなく僕 <laughs> ここで止めたいんですいやあそういうこと改善してほしいんだそう,そうそうそうですねいや,いやいいんですよ別に本当にミスってる時は言ってもらって構わないし僕もそう受け入れるスタンスでいるんですけど、うんうん、やっぱりそのうまくいった時褒めてほしいんですねやっぱ。 おお、なるほどね。お褒めてないっけ俺？うん。あんまり記憶にないな。よく言ってるなんすごいねみたいな。いやいやすごいねって僕に言う時のすごいねとまるちゃんさんに今のめっちゃすごいねっていうなんかこうテンションがやっぱ違うわけですよ。わかります？わかんない。全然全く一緒のテンションで言ってないけどな。やっぱそのね、多分。 当初はですよ僕も入りたての頃はまだこんなんじゃなかったうん、ななんとなくかわいげあるけど、まあ、ドラムうまいねみたいなスタンスがどこかにあったわけですよきっとあ,ーあー確かにね、うん、褒めるみたいなねそうそうでもうまいみたいなのが多分あったけど、うん、どうからかそれが消滅していったんですよ <laughs> で望月さんとかも、うんまあ、怒られる側じゃないですかどっちかだというとメンバーの中で言ったら <laughs> っ怒る側じゃなくてどっちか言うたらね、うん、いやどっちか言ったらじゃなくてもう怒られる側じゃないですか完全に、うん、で僕もどっちかというとそうっちにいたんですけど最近はねやっぱりなんか僕集中砲がだなっていうのはあ確かにトークのきっかけになってるんじゃないだから回したんだよ場をあ逆にをメイクする逆に支配してるってやつですか、うん 伊藤メイク終わる、うんまあ、じゃあいいですなんかメイ,メイクしてるんですよね <laughs> してるしてるしてるお前がいないと回んね、うんはい、あ,ありがとうございます次行こうかはい <laughs>、はい、<laughs> 本当かなえー、っと次のコーナーはミキクワカドの「あいつはファンキー」おーファンク学術会議に任命されたこともあるミキクワカドが、うんうん、身の回りにいるファンキーな人たちを紹介する そうこれこれ多分本気にする人いると思うますよ <laughs>。確かにまあ言うてるしいろいろ「ファンク学術会議ね」いやいや全然そんなあれはないけど「あいつはファンキー」ってさこの日常語で「ファンキー」っていうのってさあの久保田俊信以来やと思うよねなんか YouTube で見たことあるもん90年代の。 映像でさ、フ、はい、ワとシノブがファンキーって何かについて、テレビ番組で紹介する。はい、なんか、あやふやなこと言ってたよ。よくわかんない。いや、ディスって大丈夫ですか。いや、服が派手みたいなこと言ってたよ。ああ、ファンキーな人。そうそう <laughs>、それがファンキーなみたいなこと。<laughs> まあ、でも、その頃、言葉がやっぱ浸透してないから。 そのファンキーっって言葉面白かったんだろうねあ<ー>だから導入を作ってくれてたんだろうけどなんかその感じに似てるよねこの「あいつはファンキー」っていう言葉のノリだからファンクとかあんま関係ないよねだからそうです、ね、あいつがファンキーだっていう生き方とかそういう面でもいいですし、ね、最近はあ,のあれだなあのうちにさネギくんが遊びに来たのよバレーボーイズ元バレーボーイズのネギく、はい、んか。か あの関係仲,と仲良くしてるんだけどあの人はとにかく曲があふれ出てくる人なのね一、うん、日に1曲2曲できちゃうから<ー>ボイスメモがパンパンになって携帯が起動しなくなったと知ってるんだ <laughs> そこまで <laughs> <laughs> ボイスメモ別にが違う問題だと思うんだけどね <laughs> 多分ねボイスメモはとにかくいっぱいだった、はい、あそれでさその曲を毎日作るっていうことの良さみたいなことあこれ喋ってもいいこの話あどうぞこのコーナーいきましょうのその日々ものを作る良さみたいなの最近思ったのよはいそのコロナでさ俺の職場コロナが出たのよ、ね、もう一度言い,言い方というかあの俺の職場コロナに感染した人があの いて、はい、でその俺も結構近いあれだったのよ、はい、だからあの検査とかも受けたりしたんだけど 2>, うん、うん、2週間ぐらい自宅にずっといなきゃいけないことがあったのよ。で仕事もまあ自宅でできることはやったけどまあその仕事の時期的にもあのぼちぼちでよかったというか待機してるっていうあれだったから、はい、曲を毎日作ろうと思って<ー>日々曲を作ってたのよ。 毎日って、まあ、いうかまあおけとかも作るから1日1曲ってわけにはいかないんだけど、はい、でそれであの2日に1曲とか3日に1曲とか作って2週間あるから34曲作ってでそれを最近レコーディングしたりしたんだけどねあ<ー>そうそう、はい、そういう感じだったんだよ夏ぐらいでその「はいくん」でその,ネギ君のやつとかもあの毎日作るっていうことにやっぱり喜びを感じてるっていうのが。 あってさでもそれってその音楽をこうやってバンドでやってる人以外にもそういう気持ちって結構あるんじゃないかって最近思っててさ、はい、でその仕事であの雑誌のやつやってたりするんだけど雑誌を作るような仕事、はい、でその中でねあの短歌とさ俳句を紹介するるコーナーナがあるのよその人たちって毎月投稿してん大体の人が。でそのいっぱい投稿されてる人たちはさ毎月3句4句とかを呼んでるわけよ。 しかもそれはただの曲とかじゃなくてさもう自分の自分のことを語ってるはあ、はあ、自分の体験を言葉にして残してるのよ毎月いろんな切り口でだからその「デイリークリエイト」みたいなのって、はい、人生を豊かにするなと思ってなるほどネギ君ともこの間曲を作ったけどさまあ それがどういうふうな形に出るかわかんないけど、やっぱ作ったこと自体がすごい面白かったのね。で、江川くんとこのねレックフォートレーって YouTube の企画もやったけどさ、はい、あれを作ったことによってやっぱあの日夏ちょっと終わりの感じがさ、あの刻まれたというかさ、なんかその毎日作ることによってあの日々が刻まれるというか、うん、かそういうのあるなと思って。そうですね。だから今週の えっと、あいつはファンキーはねぎくんって。おお。めちゃくちゃいい話で。急にスイッチ入れてごめん。いやいや、今。聞き手に回ってましたよ。急に入れたね、ごめん。うん、いや、全然。結構あんだよ。急に。え、知ってます。知ってます。その時は、いや、でも、ちゃんと聞いてますから、その話をね。そうそう。いつスイッチ入るか分からんからね、ごめん。いやいや、全然。え、っか、それは。もう出会った時から知ってます。ない。そんなんしてる、俺。 いやそれこそ室町に入れるか入れないかみたいなオーディションでまあ僕が行ってで入れるか入れないかみたいな時に道端でばったり美樹さんとたまたま会って一緒に飯こうぜって誘ってくれたから当時はめちゃくちゃ緊張してましたよ。鳥貴族行ったんじゃない鳥貴族行った鳥貴族行ってもう何話そうと思ったんですけどもう2時間ぐらい全部美樹さんが喋って終わったっていう <laughs>。しかもあの東京 東京大学物語あ東京大学物語を最近読んでてっていう話で出た出たその話をずっとしてもらってだから別に音楽の話でほとんどしてなくて漫画の話を2時間し,、ね、してもらってそれあんだよねあの最近見たもんとか読んだもんとかの話し始めたら最後まで全部してしまうっていう非常に危ない癖がいい,いいじゃないですか <laughs> もうそういう企画作ってもいいかもしれないですねミキさんが。うん 好きなことについて説明する授業。それは非常に楽しいけど。大丈夫かな。知点さんの。あの大切な話まで、埋もれてる YouTube で、俺の話、<laughs> それいけるか。大丈夫です。本当。はい。うん、考えます。はい。じゃ、あ次いこうか。えー、三つ目、室町反省会。はいはい。日々の練習やライブで起こった出来事について、語り尽くす。だいぶやってるよ。だいぶやってる。 <laughs> 今もうすでにずっとよ室町反省会ずっとやってるさっきから確かにね <laughs> せっかくだったらもうこうミキさんから僕っていう講座、うん、もう常日頃あるから確かにみんな見てるから、うん、こう普段ない角度で突っ込むっていうのはあるかもしれないですね今のとかも結構そうやもんね今の出会いまで帰っていってあの <laughs> ああそうですね <laughs> 2時間あの音楽の話なし東京大学物語オンリーで鳥貴族 <laughs> <laughs> はいしか言ってなかったっちから <laughs> <laughs> 札幌大谷出るからねあれあそうなんですかまた始まる <laughs> <laughs> 札幌大谷の高校<ー>札幌の話だからもともとはああそれてて北海道から来るからねはいはいはい、はい、ということで、まあ、この反省会は使いそうですね、うん、今後も、まああのー、まあ軸だよねなんかこのうんまあ三木さんリーダーだし これはとてもここで言うのみんなの悪口というか悪口じゃないですあかんみたいなことをいやポップになるかなと思ってあなたが言いなさいよ僕が言ったらまだ炎上っていうかかそのそれに文句を言いたいもん俺はあそういうことかそう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 いうのをやっていきたいまあそういう役どころか OK です4つ目小さな仏教を身につけたこれは第1回目でもありましたけどあったね難しいんだよこれが。 実家がお寺の二人が前,前回に引き続き日常に潜む小さな仏教を紹介するう嘘うそオ億じゃないけどさなんか嘘八800に絡めてさあの前おばちゃんと仏教の話したことあったよなあの言葉にしたら真実の話そうそうあの仏教語で「神女」とかっていうのがあるんやけど「神女」っていうのはまあ真実 あの心理みたいなことなんやけどそれってまあこれざっくり言うから間違ってるっていう言い方もできるかもしれないけど触れることもできないし見ることもできないあっていう話があって、うん、まあちょっとそ,そ,、ね、それとかけてるじゃないけどそういう構造を意識して人の心って大切な部分って自分の言葉にしたりした瞬間ちょっと思ってる言葉にできない心と一緒じゃなくなっちゃうよねっていう話 800の中でちょっと言っていきたかったからそれで仏教の話したっていうのあったね、うん、いやそれはあのとっても覚えてますあ本当ほ、うんと三さんがあのリンキ「今なきリンキー・ンク」ってスタジオのちっちゃいちっちゃいホワイトボードにあの図を書いて説明してくれて当時ベーシストだった森さんがものすごい刺さってたのを覚えてます <laughs> 本当 <laughs> はい、うん、マジそれっすって言ってました <laughs> <laughs> 刺さっったらそんな感じになっちゃう <laughs> でもわかりますよでもほんにね<ー>そういうのはだからまああのー、そういうことを考えて室町の曲を聴くとなんかちょっとこうあそういう視点で書いたのかなっていう歌詞がねただまあポロポロ出てくるので、うん、直接仏教ってわけじゃないけどなんかそういう仏教の考え方に影響を受けて書いてるのはちょいちょいあるかもしれない。うんうん、それも「嘘八百」も直接そうなわけじゃないけどなんかそういう構造を持って。 なんか人の心もそ確かにじゃあもうなんかこう、まあ、自分の室町の曲でもいいですしなんか歌詞からこう見ていくっていうのもちょっと面白いかもしれないですね,んのはね小さな仏教今後やるとしたらん<ー>まあ考えときますはいはいはい、はい、見つけたらねお知らせするという形ではいはいで最後「寺あるある」<laughs>「寺あるある、ね」これはね まあ、あるっちゃあるんですけどこれ聞いいいてて面白いかなっていうのはまあそれに俺たちね寺だけど育ってきた環境が違うからやからさ <laughs> それだし、うん、あのなんかあの寺あるあるって <laughs> いやまあ僕らからしたら普通のことだから案外あのなんていう常識だと思ってたことが他の人からしたらえそれマジって言われるようなことが。 まあ、なあるわけですねだから他者を迎えてやりたいよ、ね、そうそうそうここだけで喋っても何も出てこないんですよだから、うん、あるあるって言って最後望月君の民族書きポンポンポンってやるしかない <laughs> 確かに<あ>モーニップの <laughs> やっと出番がこれをまあやでもやったら面白いかもしれないですね<ー>、はい、しかしこの仏教のことの企画がこう前回も ちょっと盛り上がらなかったにもかかわらずこう2個も増えてきた上に前回のなんかこの収録の中でさ「の俺の経典」みたいな話もあってさどんだけ仏教の話やばいコーナーめちゃめちゃ仏教, <laughs> ゃゃ仏教経典ってすごいいっぱいあるからね <laughs>、うん、8万四千の,の訪問っていう言い方するけどまあ8万4千、まあ、すごいいっぱいあるってことだよねだからその中から僕らが おしの経典を選んでとか言ってましたけど、まあまあ、でもおしおしはだって決まってるもんね。まあそうですね。上三部教の中だったらどれがいいですか。まあでも <laughs> 教養新書。あ、まあ教養新書を経典,経典にしたら違うかな。 <laughs> こういう話これがあの俺の経典やけど <laughs> いける <laughs> ええー、そこまあ経典って言うはそうですねまあねでもちなみに経典っていうのは八幡四川あるけども三つに分かれてて「経論」「律」っていうのがあって、うん、お経の「経」で「律」「律」<laughs> 律は「戒律」で「論」は経典と <laughs>、ね、律」の説明を書いた論書のことなんだよねその三つがあってその三つのことを「三蔵」っていうの三つの「蔵」って書いて「三蔵」 で、これを、あの、まあ、勉強してる人とか、あの、も、あの、習得した人のこと、を三蔵法師って言うんだよね。だから、あの、最有機で出てくる三蔵法師っていうのは、まあ、人の名前というか、そういう三蔵に精通したお坊さんのこと。こ三蔵法師って言います。<laughs> 俺の経典でした。ちょっと僕も用意しておきますね。<laughs> うん、<laughs> え、でも、これ、需要あるのかなって問題があるから、あ,あんまりできれば喋りたくないんです、ね。わ、うん、かる。俺もね、これ切るかもしれない、今の話。<laughs> まあそう切ったらまあ切りましょう切ろうかちゃんとちゃんと用意してきて喋んないといけないただ需要があったら全然やります今もパッと言った割にはまともだったでしょはいものすごいあみんなうなずいてるから周りあ本当。よかった聞いてくれてまあまあそんなことでねまあこれ結構長くなってるね長くなってる長くなってますねやっぱこれ危惧してたんですよ何 何,何を聞くしてたえこの長尺になるんじゃないかということをいや俺に言ってんのいや違います,違います <laughs> 僕の,あの同僚ってああああどんどん進めて俺もすごい喋っちゃうから僕、はい、もう全部受け入れちゃうから自分も喋っちゃうんではいえー、まあみたいな5つのコーナーがあります今後も、えー、どれかできそうやね今日いや違う違う,違うあの今後ねああ今後ねやりましょうはいまあ とということで、まあ、恒例のコーナーもあるからそれ言っときましょうかそうだはい用意してもらった、えー、みんながやってるコーナー「俺のこれ」出ました北海道おこっぺ町が生んだハイパースポンジこと <laughs> <laughs> ハイパースポンジこと伊藤割と日本ファンク学術会議創立メンバーことたた三木クワカドが膨大な、うん 知識の中から自分の紹介したい本や音楽について語り尽くすコーナーです。これまた俺らが言われてるやん。ね、俺があのザムオカとさ <laughs> 有機大容量デバイスことマホトって言ってんのにやり,、ね、やり返されました。返されてるな、ね。やっぱこういうことがあるから油断できないね。はい、<laughs> でも僕のなんかみんなあれだけど僕なんですか。もう<お>ハイパースポンジってめちゃくちゃ弱そう。だねな<ん> <laughs> 吸収すそう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 水をさいっぱい吸うようにあの知識を膨大に吸い込んでるのよただでもグッって握ったらばって出ちゃうからね掃除って <laughs> グッて握ってバばって出るからもうスカスカなっちゃうすぐうん、うん、もう多分月1ぐらいでブシャってやられてるんだと思うんですけど <laughs> <laughs> 知識だけじゃないからね全部もう、うん、そのいろんなね感情とかも全部あの吸収してますからねうん、はい、まあいい あの紹介文しかしこれ丸ちゃんと真子ちゃんの会話また今回もよかったね僕聞いてないんですよああそう遅れてきたからはいあ,あそうかそうかごめんごめんいやいや良かったんだよ前回も面白かったしねえ聞きたいですね早く「うん、満州はンスクワット」はちょっと読んで面白かったのああ前々回ですかそうそうそう前々回、はい、いやいや満州とかのことって結構さなかなか教科書レベルでも知らないことって多いじゃん そういう時になんか勉強になるっていうかさああいう本を1個読むとしかもただの本じゃなくて漫画だからさエンタメ性も高いしあれって原作と絵描いてる人が違うのね絵、はあ、描いてる人のやっぱスキルが結構高いっていうかはあ、はあ、なんか分かれてていいところやなってよ俺のこれを受けての感想いいでしょ言ってもいや、うん、いいですよそう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 いくら長く言う,言うよ俺は最後まで別に <laughs> どんだけ長くなってやって <laughs> <laughs> いやいや でも僕は三木さんの俺のそれねいやだからこれあの始まる直前にさ「俺のこれやるんだよ」って書いてあったからそう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 ななんかやらないとやばいのかなとかって思ったんだけど一応俺もさなんかあるかなと思って考えたのはい一ちゃん最近紹介されてさつい昨日だか一昨日だか読んだ漫画漫画があってさ「漫画、うん、あの君たちが子供であるのと同じく」っていう漫画があってさ 君たちの、うんうん、まあ君たちが子供であるのと同じく自分にも子供の時があったよっていうまあ内容なんだけどだから子供時代を解雇してる漫画なのね「ロキ、ね、お寿司さん」っていう「おもころ」ってウェブサイトあっておもころの中でそのちょっと書いたやつを短編でやってたやつを一冊の漫画にしたみたいな感じなんだけど、はい、まあ全部短編でポンポンポン,ンって思い出がいっぱい入ってるような感じでそれ結構面白くてさ。えー なそれを最近昨日だかおととでだか、はい、紹介されて教えてもらって、はい、でそれがあの表紙があってさ、はい、表紙が子供たちがわーって学校行くみたいな横断歩道みたいな渡ってるような感じで、はい、いろんな子供がいるの、はい、な変な顔してる子がいたりとか棒を持ってる子がいたりとかでそういうところにさあの横断歩道と横断歩道の間白くないところにさ、はい、こうサメが泳いでるのよ。 子供の時なかった「ここ落ちたら死亡」みたいな「あーやりました、ね、ここが落ちたら地獄」<の>みたいな「今ここ海やからサメがあれやから落ちたら食われてまうで」みたいなそういうのってさちょうどなんていうか子供の時代のあるあるだけどちょっと言葉になかなかできないような思いで尾、うん、がいろいろ書かれてんのよ。それはでなんか面白かったのが 後書きがあと書,書きにそのこの作品についてあのコメントしてくれてる人がいて、はい、それが渋谷直角ってやつなんだけど、うん、渋谷直角さん、うん、渋谷直角さんっていう人がいて、はい、そしたら、えー、j プ p o p、えー、カフェでよくかかってる J−POP ボサノバカバーを歌う女性の一生っていう漫画でちょっと人気。うんうん であの奥田民生になりたいボーイと出会う人<ー>、えー、奥田な民生になりたいボーイと出会う男すべて狂わせるガールっていう漫画が買いかかった人でああ<ー><で>そう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 妻夫木さん、はい、妻夫木さんとか言ってちょっと距離感なんか変になったけど <laughs> そうそう妻夫木聡の主演で、はい、水原希子出てたやつねでその人がコメント書いててさ、はい、この漫画の「 ちょっと自分が面白いいいとと思っったたころっててうののを書いてたのようん、うん、それがあのただサメがどうとかっていうだけやったら、はい、あの子供時代のこうあるあるにとどまるというかで他にもいろいろあったんかサンタを信じるエピソードみたいな子供時代サンタがこうやって実は大人がやってたんだって思うエピ,エピソードがあるやんそういう話って。ありますね。だ そ,のそれを受けてどうだったかっていう自分の心理描写が結構されてるとんか感想というかさ自分はこういうふうに嫌だったとかう <laughs> こういうふうに面白かったとかその最後自分のところに持ってくるっていうあの良さがあってそ,のそれが作品に深みを与えてるみたいな話書いて確かになと思って確かにそれ大事ですよねそのなんかあるあるにとどまらないで自分の中にもう。う まあその感情とかか何思ったかったていうそこを大事にするっていう,のはそう,そうなんか俺もそのサメがどうとかっていうそのあるあるの実証だけじゃなくてあの自分が子供時代にさ親からこういうこと言われて意外と深く思ってることとかあるやんあなんかね心に残ってる言葉とかありますけどね、うん、なんか俺,俺父さんの部屋がさ寝床と横やったのねあそうなんですか そうそうそう父さんの俺の父さんちょっと変わってるってことでちょっと有名なんだけど、うん、そう僕の中でも有名だったから、うん、隣なんだと思って <laughs> もっとなんか3部屋ぐらい離されてんのかなって <laughs> 隣っていうかまあ <laughs> でも実際はくっついてなくて、はい、ちょっとこう道が通路があって離れてるんだけどさあのちょっとドンってやりたかったの俺は壁ドン壁ドンっていうかあの寝床からちょっと襖開けて通路で足音ドンってやりたかったの、うんはい でそれでなんだ<っ>みたいなになってお父ちゃん出てくるのねあ怖いですね,ねなんだみたいなでその冗談やって分かってたんか分からんけど、はい、ドンってやってで隠れて何もないよとか言ってでまた俺出てきて <laughs> ドンってやって、はい、お父ちゃんが出てきて、うん、んだみたいなやつを多分ね5回ぐらいやったんやと思う,うでドンってやったねいやがしいってなってっあごめんってね なったっていうのを思い出して、これ読んだよ。え、そこ。え, <laughs> え、そ、それがやっぱ、刻まれてるんですか。心に。になんか、すごい、ふざけてたら怒られたっていう。のの、俺の中の、実は、代表的なエピソードだったんやと思う。なんか、その、こ、小さい子供時代の。あ<ー>。それど、どういうほどのこ、エピソードじゃないやん。だけど。それが、なんか。またね、ちょうど、その、廊下のとこ、階段上がった先の、とこなのよ。はい。その、なんか。 ビジュアルも普段ないビジュアルというか<ー>俺のなんかドンってやったやかましいあごめん <laughs> ってなったっていうでもありましたそういうの <laughs> 言うことじゃないエピソードやろ、うん、もう3秒で話すと3秒はちょっとあれですけど昔 <laughs> 親同士の付き合いで幼稚園児の時とか遊ぶことあったじゃないですか <laughs> うんあったあったそこで僕やっぱあの友達女の子多かったんですようーん なんでだろう、うん、いやそのお母さんとのつながりだたまたまですけどお母さん同士がママ友の会合でと子供同士遊んでるんであるよねそれがたまたま女の子ばっかだったんですよあなるほどでその日行ったところがめちゃくちゃでかい豪邸の家のちいちゃんちだったんですけどちちそのちいちゃんと遊んでる時に、うん、やっぱ僕もだんだん楽しくなってくるじゃないですか、うん、でもうみんなふざけてるから、うん、僕もふざけてうわーとかってテンション上げてやっぱ一人男だから一人だけね、うんうん、ちょっとだけ力がやっぱ強かったんですよああそうだろうね でなんかこうノリで投げたスライムがちいちゃんの顔面に当たっちゃって <laughs> でちいちゃんの顔がもう緑のスライムあみれになったっていうのがあったんですよ <laughs> でやっぱママ友のママさんが集まってるからそこでバー集まってきて、うん、なんかこうかばうというわけか「うん、ちいちゃん大丈夫?」みたいになるわけですね、うん、で僕のお母さん「またバカじゃないの?」とかンって「謝んなさい」とかって叩かれて。 みんなその女性の怖さってのそこでねなんかい,いやいや僕が悪いですけど、うん、そういうのありましたよ縄跳び室内でしてあの花割るとかね花瓶割っちゃうとかでもそこであの自分のそのなんていうかあの立場というかさあのこの意外と同じ立ち位置だと思ってたけど実はちょっとだけ違うんやってことが刻まれていくんだろうね。そうでこういう人間ができました。<laughs> さあ本日はありがとうございました <laughs> <laughs>、まあ、今回慣れちょっと慣れたかな<ー>話しすぎたね明らかにもっといける、ね、しゃべりの長さいや長さというか内容ですねクオリティはいあのちょっとやっぱ企画書もらってこう寝て挑みたいですね次はひ。なんか思うんやけど寝てもそんなにいけへんのちゃうかなと思うんやけどねあそっか、まあ、じゃあせめて1時間前にこう入れて なんかギリギリまであの室町ログ新しいやつアップするのに苦労してたもんね脳みそがちょっとそっち脳になってた <laughs> 俺の部屋の中なのにちょっと走ってたもんね <laughs> こんな狭いのにさちょっとトトトトトう慌ただしい人生です、ね、はい <laughs> まあでも次回はそんな感じでさちょっともっと洗練されたラジオやっていこうそうですね俺も今日なんか子供の時のことを思い出しただと思い出してドンみたいなやつをさ いやややっぱやりましょういやそれぞれの良さあるけどやっぱ他の2組にも負けられない2組っていうのかなうん頑張ってあのいいラジオを作っていきたいと思いますはい,はい、はい、じゃあ終わりましょうそれでは「踊るディスコ室町」のラジオ室町お別れの時間です本日のお相手はドラムの伊藤ワルトボーカルミキクワカドでしたバイバーイさよなら